昨年12月18日に長女で女優の神田沙也加さん、享年35、が急逝し、歌手活動を休止していた松田聖子、60、が9日、ステージ復帰した。東京、グランドプリンスホテル新高輪でディナーショーを開催。早すぎる娘の死を乗り越え、4ヶ月ぶりに歌声をファンに届けた。思えばさやかは小さい頃から歌うのが好きでした。おもちゃのマイクを持って、私のロックンルージュを歌って、そう思い出を語ると、抑えられない涙がこぼれた。ファンから温かい拍手を受けながら、私はさやかの歌声が大好きでした。彼女の歌声は今も心の中に響いています。この先もずっと頑張って、さやかと歌っていきます。今日もきっと、彼女も応援してくれてると思います。そう言って、天を見上げた、彼女とずっと頑張って参ります、と声を振り絞り、ハンカチで涙を拭った。早速、さやかと一緒に歌いたい曲があります、と言って、3曲目に披露したのは、上を向いて歩こう。2011年の NHK 紅白歌合戦でさやかさんと一緒に歌った思い出の曲、彼女は私よりしっかりしていて、緊張してる私は励ましてもらってました、と懐かしそうに当時を振り返った。途中で涙が溢れて歌えなくなると、ファンは再び温かい拍手を送った。証拠は最後に天を見上げ、涙を隠すように背を向けた。再出発となった今回のショー。クリスマスから春へと季節は移ったが、しっかりとけじめをつけて再始動する。ディナーショーは今日10日にも同所で、5月5から7日には大阪で開催。さらに6月から全国ツアーを開く。